ヘイヨーケンズメッシーです。今日もブロスやってるんですけど、今日はね、ブロスは雑談ではありません。トークのネタがつきましたということで、あのレオン使ってるんですけど、最多レオンの最多607とかだったと思うんですけど、俺今ローカル34位、昨日が27位とかかな。で、日本で34番目にレオンが高いって感じでやっていくんですよ。今日はね、これのね、ちょっとこれをやっちゃおうかなと思います。で、チーミングがめちゃめちゃ多いんですよ、ここのトロフィー隊で。最初に負けたらマイナス7とかで、普通に勝って6とか7もらえるんかな。本当に闇が深くて、チーミングっていうのは、あのチームを組むことです。全員1対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 1なのに、くるくる回って2対1とかの状況を作ることです。で、そのチーミングの背中からやれば、まあ味方を倒すってことで、あの万華鏡シャリンガンが開眼するんですけど、まあ基本あれらしい。なんか公式が言うには、チーミングは認められてるらしいんですよね。だから信じられるのは自分だけみたいな感じで、まあチーミングも一つの戦略みたいなこと言ってんだけど、甘くねえかと。で、現に俺チーミングでめちゃめちゃ縛られてて腹立つわと思って、なんでそのチーミングやろうともう縛いてきたと思います。さあ、信じられるものは自分のみ、やかましいわと。さあ行きましょうか。まずはブリとかここの角から来るんで、乾燥してんだな、アンシェリエルプリが来たらめんどくせえな。で、シェリーがいるんで、どっかに。くそ、オートエイムにしてたのが今まずいな。まずは上から行って、そこの下に入りたい。ここに入って、あそこに死体がある。いや、わかんない、プリもどこにいんの。チーミングっすね、これが。これがチーミング。これがチーミングってやつですね。ここでくるくる回るとチーミング成立らしいよね。これがやつをどうしばくかっていうのもポイント。OK、 まあみたいな感じですね。で、こんな感じでチーミング野郎がいるんで、まあそいつらに負けなければトロフィーはまあ上がっていくという形になります。じゃあこんな感じで、今日ね、もうね、3分の手短い動画なんだけど、毎日これやっていこうかなって感じです。これがね、今のでちょっと上がるんですよね。32上がったか、606上がってないな、ちょっと上がったぐらい、34ぐらいから上がったって感じ。勝てば勝つほど上がっていくので、今後ね、これをもうちょっとやっていきたいと思います。ちょっとこの後今日予定があるので、今日はこんくらいにしておきます。おつめし。